166年9月14日は、ソビエト連邦の俳優である。ソ連人民芸術家であり、レーニン賞と5つのスターリン賞を受賞している。1903年7月27日、サンクトペテルブルクで、鉄道員の家庭に生まれた19。1919年から、マリーンスキー劇場や、ゴーリキー名称レニングラードアカデミーボーリショイ、ドラマ劇場などで、 パントマイマーとして出演し、1926年には舞台芸術専門学校を卒業した。その後は1929年までは、ブリアンセフ名称青年劇場に、1931年までは、レニングラードミュージックホールとモスクワミュージックホールに、1933年までは、レニングラードの巡業劇団、コメディに、そして1965年までは、 国立ドラマ劇場に所属していた。1926年から1929年までは自由劇場で人気の演目、パット・パターションとチャーリー・チャップリンでピョートルベ・リョーゾフ・ゼイヤ・ボリス・チルコフと共演している。彼らとは後に1927年の息子や1940年のスクリーンの上のコンサートでも共演した。1940年に 共産党に入党し、1949年にソビエト平和防衛委員会に加入した。1948年からは、全ロシア演劇協会レニングラード支部長を務めていた。第1次、第2次ロシア共和国最高会議の議員でもあり、1950年から1958年までは、第3次、第4次ソビエト連邦最高会議の議員であった。 1966年9月14日に63歳で死去し、アレクサンドルネフスキー大修道院付属のチーフ便、墓地に葬られた。ニコライ、3税、29、ニコライ、ニコライ271903、ニコライ 141966? 作品に与えられたのは監督賞であるとの情報もある。ありがとうございます。